おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。6月2日木曜日の全国のお天気をお伝えします。西日本や東海では高気圧に覆われて晴れて昼間は気温が上がります。熱中症対策や紫外線対策が欠かせません。関東や東北も日差しは届きますが、上空寒気の影響で大気の状態は不安定。午後を中心に東北でしたり関東北部などでは強まる雨や雷雨、突風や雹を伴う恐れがあります。空の変化にお気をつけください。北海道は雲が広がりやすくにわか雨の可能性があります。こちらも内陸部では午後雷雨にご注意ください。梅雨前線の影響を受ける沖縄本島では激しい雨の降り方に注意が必要です。雷を伴う恐れもあります。危険な場所には絶対に近づかないようにしてください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。